皆さんこんにちは、今日は中世棟方における棟方三女神信仰というタイトルでお話をしたいと思います。まず中世という、時代でございますけれども、戦国期天正14年、西暦で言いますと1586年、棟方地方の、一元的なリーダー、支配者でありました棟方大宮司氏貞という人が亡くなります。でこの人が生きていた時代までは今からお話をいたします棟方の人々の棟方三女神に対する信仰は、継続していたと考えられますので、氏貞の死亡をもって棟方の中世は終わりと一区切りをつけますれば、この中世というのは氏貞の生きていた時代までというふうに考えたいと思います。で、中世では、現在の棟方大社は棟方社というふうに狩猟上は表現しておりました。で棟方大社といいますのは、昭和に入りましてからの社号でございますので、歴史的用語としては存在しません。ですから今日は、中世のお話ですので棟方社という言い方をしたいと思っております。でこの中世の棟方の人たちの棟方三女神信仰の心を、うまく表現しておりますのが、今日取り上げようと思っております棟方大菩薩御縁起という棟方社の、縁起です。一番古い縁起です。で、神社の縁起でありながらなぜ、棟方大菩薩なのかということなんですが、日本は仏教を受容して以来、受け入れて以来ですね、ずっと神仏習合という考え方が、江戸時代が終わるまで、明治になって明治の新政府が、神仏分離令を出すまでは、神仏習合という考え方が継続しておりました。で、神様にはそれぞれ本事仏があって、神様はその仏様が人々を救うために現れてきたものだという考え方です。ですから神と仏は一体です。同じ同体ですね。ですから棟方社の縁起であるけれども、この棟方三女神三人の相対的な本事物、神様、仏様の姿を棟方大菩薩というふうに表現しておりました。ですからこの棟方大菩薩御縁起というのは、中世棟方社の縁起として紛れもないものであります。からこれを、紐解いていくことで、当時の、棟方の人々の、御祭神ですね、棟方三女神に対する信仰のあり方を見ていきたいと思っております。まずは、棟方大菩薩御縁起というものの、ガイドライン、諸子学的な紹介をしたいと思います。今青い表紙の、棟方大菩薩御縁起が写っておりますが、漢字本形としては巻物の姿をしております。これはその青い表紙が、ついているわけです。で成立いたしましたのは鎌倉時代の末期です。でこの成立の時期につきましては次に、時代背景と一緒に詳しくお話をしたいと思います。で大きさですね、縦が、巻物ですから軸があるわけですけれども、軸を除いた紙の長さ、縦の長さが 28.9 センチ、で横がですね 1683.3 センチ、16メートルを超える大変長い巻物です。で35枚の紙をついで、一貫の巻物に仕立てております。でこのように中世の鎌倉時代の、資料ですので、もちろん手書きです。で墨で手書きで書かれております。でそれを、活字なり、手で、楷書に書き起こすものを、本刻と言いますが、そういう本刻なり活字本で簡便に見られるものとして2つ資料集を挙げております。一つは、棟方大社復興期世界が、出版いたしました棟方大社文書
第3巻の中に、本国ですね、活字に起こしたものと、それと別冊で印本、これは写真版なんですが、これがついて、一セットになっているものがあります。これは皆さんお近くの図書館にお出かけになれば多分ご覧になれると思います。それからもう一冊は、昭和の初めに、出されました宗像群史という宗像群全体の資料集があります。この中にも、これは3巻の本なんですけども、その中の中編に宗像大社、この宗像大菩薩御縁起が、活字になって収録されております。もしご覧になりたい方があればこういうものを活用していただきたいと思います。それから全体の内容をざっと申しますと、まず、御祭神の誕生ですね、宗像三女神それぞれのご誕生、それからどこにお静まりになったかというようなことを、古事記や日本書紀の内容を引用して、話しております。それから次に、2つの説話を載せております。1つは、七カド合戦、7回合戦をしたことのお話です。それからもう一つは、神宮皇后説話、これはよく知られている説話で、神宮皇后が、海外遠征をして勝利して帰ってきたというお話です。でこの2つのエピソードが、祭神を称えるために用いられるお話でして、それぞれの神社にとってはそれぞれの神様を称える内容になっております。で、この御縁起では当然、宗像大菩薩を称える内容になっております。それから、宗像三女神はそれぞれお社が3つあるわけですけれども、それぞれのお社にどのようにして神様を、お祭りしたかということ、それからそれぞれの神様の本事物は誰かというようなことをこまごまと、お祭りの仕方として書いております。で、同時にここで、宗像社と大変ゆかりの深い関係の深い、織畑社、工場にあります織畑社から、大丸の、好美さんに、鎮座しております好美社、それから、古代寺さんという山に、群座界の山にあります古代寺社、この3つの神社の縁起についてもこの、宗像大菩薩御縁起で語られております。それから最後に、宗像社が抱える拙者末社を、全て書き上げております。でよく宗像の人々は宗像社は75末社108神というふうに言います。でこの75とか108とかいう数字は、具体的な数字を示しているというよりかは、観念的な数字なんですが、特に108神と108の神様というのは仏教でいう煩悩の数108になぞらえたものだと考えられます。でこの宗像大菩薩御縁起では数え上げますと62の末社が、書かれております。全体は宗像大菩薩御縁起の全体像は、そういうものです。次に、時代背景に、成立の時代背景をお話しいたします。で実は宗像大菩薩御縁起が、成立する以前にその原型となったと考えられる資料が2つあります。どちらも短い資料なんですが、宗像記と、宗像社苦節という資料です。で、これは現在、神奈川県立金沢文庫の所蔵となっております。で金沢文庫といいますのは、鎌倉時代の、執権北条氏の一族であります北条実時が、この金沢の地、当時は金沢と呼んだそうですけれども、ここに別邸を建てます。で自らの一族も金沢氏と称するようになるわけですけれども、この、別邸に、図書館といいますか書庫といいますか、そういうものを設けます。でそれが、現在の金沢文庫として引き継がれております。で鎌倉時代、鎌倉幕府が滅びますと当然執権北条氏も滅びます。
しかしその別邸にありました、仏様をお祭りした、まあ、持仏堂のようなものが発展的に、寺院と、お寺さんとなりまして称名寺となります。で、実質的には、北条氏が滅んだ後はこの称名寺が、金沢文庫の維持管理を行い、現在に至っているわけです。でこの称名寺の、二大住職慶雅というお坊さんが、集めた資料の中にこの宗像記宗像釈決というものがあります。で、慶雅は、鎌倉時代が終わってすぐ南北朝のごく初期ですね、略応2年1338年に亡くなっておりますので、慶雅が集めたとすれば、2つの資料ともに鎌倉時代末にはすでに出来上がっていた資料だと、存在していた資料だということができます。ただ、内容的には、まあ、覚書ぐらいのもので、首尾一貫した物語としての体裁は、全く取っておりませんので、おそらくこういう宗像の地域の人たちの認識だとか記憶、そういうものを、発展させていって宗像大菩薩御縁起という、一つの縁起物として作り上げていったんだろうと考えられます。で、この宗像記の中にはちょっと面白い、あまり知られていない内容がありますので、ここでちょっとご紹介しておきたいと思います。一つは、異族襲来のこと、要するに、外から、敵が攻めてきたことは文英公安、つまり、元寇ですね、蒙古襲来までに、18度なり、まあ、蒙古襲来が2回ですから、もう18回も敵が日本に攻めてきたということを言っているわけです。で、18が本当に時数かどうかは置いておいても、この宗像の地域というのは、外に開けた地域であるということは、同時に外からの、侵攻も受けやすい、解剖の最前線であると。いうことの認識がこの18度も外国から攻められたという内容につながっていったんだろうと思います。それから次に、実はこれは沖ノ島における祭祀や御神宝について触れた、今のところ知られる限りでは最古の文献資料になると思います。で、書かれていることはですね、本社沖ノ三島はと、中世ではですね、息、ブレスの文字を用いて、沖ノ三島と、書いたことが、書くことが多いです。ですからこの資料も、沖ノ三島というふうに、息というブレスの息を、用いて沖ノ島を表現しております。で、本社沖ノ島は、高麗より、高麗というのは当時の認識では朝鮮半島を指しますが、高麗より祭祀いたして怠らずと、つまり高麗の人が、朝鮮半島の人がやってきて、怠らずにお祭りをしていたと言っているわけです。しかるかんであるから、かの御在所、つまり沖ノ島ですね、かの御在所は胃腸の神宝祭物と、胃腸というのはつまり外国ですね、外国の、御神宝や宝物が、谷に埋もれて山のごとしと、沖ノ島には、黄金谷というところがあって、そこにはこう流れ込んだ祭祀遺跡物が、たくさん見られるということですので、ここに書かれている内容と矛盾はありません。で、これらの次第ですね、高麗からお祭りしている、でいろんな外国の御神宝があるということ、これらの次第は鎮西というのは、まあ九州を指します、鎮西にその隠れなきものなりと、つまり、九州ではみんなが知っているというような内容になるわけです。で、この、内容をどのように、読み解いて理解して評価するかということは、まあ、これからの課題になるとは思いますが、少なくとも1点ですね、沖ノ島について語ってはいけないというようなタブーは、まだこの時点では、鎌倉時代では成立していなかっただろうということは分かるわけです。
このような、先行している資料を持っておりますが、さあいよいよ、時代背景、成立の時代背景に行きますが、これはもう何と言いましても、鎌倉時代の最大の国難、事件でありますところの蒙古襲来ですね。元軍が、北部九州に攻めてきた、文永11年と、弘安4年の2回ですね、攻めてきたことが、その時代背景にあります。で、元軍がいよいよ攻めてくるということを、鎌倉幕府は十分認識しておりましたので、元軍を迎え撃つ準備として、まず、社寺に対して、日本中の神社や仏閣に対して、敵を撃退する、我が国が勝利する、そのことの、祈祷命令を出します。で、宗像社に対しての祈祷命令が分かる資料は現存しておりません。しかしながら、宗像社は中世鎌倉時代を通じて鎌倉幕府に、毎年毎年祈願をしたという報告書を提出しております。ということは、この最大の国難である蒙古襲来にあたって、幕府は必ず、いや、宗像社に祈祷命令を出したというふうに考えてよいと思います。ただ資料が、残っていない、残る残らないはその時の運がありますので、残ってはいないけれども、他の資料から考えると宗像社に対してもこの、祈祷命令が出されたものと考えてよいと思います。それから、家臣、鎌倉幕府の、家臣、これを御家人と言いますが、御家人に対してそれぞれの、所領の報告を命じます。つまり、経済力、つまり引いては軍事力ですね。それぞれの御家人が、どれだけの軍事力をこの蒙古襲来に対して提供することができるか、それを鎌倉幕府は掌握したかったわけです。ですから御家人に向けて、所領を報告するようにと命じます。で、実はこの宗像社をと統括していた、司っていた宗像大宮司は、鎌倉幕府の御家人でもありました。神官でもあり、武士でもあるというちょっと得意な存在だったわけですが、この宗像大宮司に対しても、所領の報告命令が出されます。で、実際に、その時の大宮司長氏という人ですが、この人は、幕府に対して、所領の報告をしております。で、報告書はもちろん幕府へ提出しますので宗像には残りませんが、おそらく同時に作ったであろうと思われる副本が、いわゆる今でいうコピー本ですね、が、宗像社に残っております。それはいろんな情報を含んでいることなんですが、とにかく、宗像大宮司家は、この蒙古襲来という大事件を大変身近なものに感じていたに違いないんです。で、結果、蒙古襲来の結果どうなったかと、それはもうよく知られていることで、暴風が来たり、元軍の予定の撤退であったというようなこともあって、結局はその日本全国が元軍に蹂躙されるというようなことはなく終わったわけです。つまり日本は負けなかったということで、日本は神が守る国ですね、神風というようなこともあって、神が守る国だという深刻思想が、高揚します。で、この、蒙古襲来に負けなかったということを、古事記や日本書紀で語る、神宮皇后が、外国へ攻め入って勝利して帰ってきたという説話と、結びつけまして、この神宮皇后の説話を題材とした、寺社演技が全国でたくさん作られました。日本全国の、流れでいって、一般的な言い方をすれば、この、全国的な神国思想の高揚の中で、作られた神社演技の一つが宗像大菩薩御演技であるというふうに言うこともできます。今日はそういう一般論ではなくって、宗像大菩薩御演技を、中心に取り上げて、お話をしていこうと思っているわけですが、
この時同時に作られた日本全国で作られた塩基類がですね、現在どれだけ残っているのかというような全国的な調査は私は大変怠けておりましてしておりませんので全国的な把握はできませんが、当時作られた、同時代に作られたよく知られている資料で、宗像大菩薩御縁起との関わりが深いと関連性が指摘されている資料を、2つ挙げておきます。1つは、宇佐宮御託撰集、これ全16巻あります。で、宇佐宮の、宇佐宮に奉仕しておりました、宇佐弥勒寺ですねに奉仕しておりました僧侶である、神雲という人が、昭和3年から昭和2年の、20年以上かけて、資料を集めて、編纂した、いわば、宇佐宮の歴史書のようなものです。これが一つ。それから、八幡愚道金、八幡愚道訓と読む、読み方もあるようですが、ここでは八幡愚道金と読んでおきましょう。これは、岩清水、京都の岩清水八幡宮に仕えていたと考えられる人の作によると今のところは言われております。で、八幡というのは神宮皇后が、帰国して産んだ応神天皇を神格化した八幡神ですね、八幡大菩薩のそのご遺徳を、愚かなわらわ、つまり、誰にでも子供にでも誰にでも分かるように解き明かしたものというような名前で八幡愚道金という名がついております。で、鎌倉時代には、こういう資料が作成されるわけですが、これからどんどん南北朝室町時代と時代が下がっていくと絵巻となって、神宮皇后とその息子である応神天皇を 主人公にした八幡縁起絵巻、絵がついた絵巻物がたくさん作られます。それから、その後もですね、各地の神社では神宮皇后だとか、応神天皇だとかと関連させた縁起がたくさん作られます。で、文字資料として残る残らないにかかわらず、現在ですね、多くの神社の縁起をひも解いてみれば、神宮皇后との結びつきや応神天皇との結びつきを語るものは大変多いです。こういうふうに神宮皇后の説話というのは全国に流布していくわけですが、この今挙げました2つの宇佐宮御託撰集、それから八幡愚道金、これは全国的によく知られている資料でありますので、従来からですね、宗像大菩薩御縁起、これは一応地方の神社の縁起でありますので、全国的な資料が一地方神社の縁起の成立に関与した、影響したというような形で言われてまいりました。しかしながら、これから宗像大菩薩御縁起を検討していく中で本当にそうだったんだろうかということも、合わせて再検討していきたいと思っております。ここで宗像大菩薩御縁起の、内容をつぶさに見てまいりますと、実際に、他社の他のお社の縁起を引用したと書いてあるところがあります。で、一つは住吉神社に言うとしてうんぬんうんぬんと書いてあるわけです。で、もう一つは貸しご縁起に言うとして、またいろんな内容が書かれているわけですが、さてその元になった縁起を探さなければなりません。で、貸しご縁起というふうに、首尾一貫した資料が残っているとすればですね、日本には、日本の書籍の総目録、日本国書総目録というのがあります。もし、首尾一貫した資料などで、残っていればこれに国書総目録に載っているということで、まずはそれを引いてみました。そしたら、貸し宮御縁起の写本が、東京国立博物館にあるということが分かりました。なので、東京国立博物館にお願いして、画像の提供を受けました。
で、それを紐解いてみて、宗像大菩薩と宗像大菩薩ご縁起と比べてみました。そうすると、ここで引用された内容がそのままですね、加思義ご縁起の中に見つかりました。はい、この赤い枠で囲ったところが、宗像大菩薩ご縁起で、加思義ご縁起に言うと書かれた内容と、文章が一致するわけです。で、ですからこの写本が宗像大菩薩ご縁起が引用した加思義ご縁起であるというふうに言うことができると思います。で、加思義ご縁起なんですが、私が最初に調べましたときはまだ公開資料ではありませんでしたが、今回この講演を機に福岡県の方でお調べいただきましたら、現在は公開資料になっているということなので、インターネット上で、この内容を皆さんもご確認できるようになっているようです。で、この加思義ご縁起についてちょっと紹介をいたしておりますおきますが、東京国立博物館が所蔵しております。書いてある内容を見てみますと、宇佐宮弥勒寺の僧侶、具体的な個人名はわからないんですが、とにかく宇佐宮の僧侶が持っていた本を写本、聖徳6年、江戸時代ですね、1716年に写したものがこの現存する、東京国立博物館が所蔵する写本である、加思義ご縁起です。で、この写本が、できた後何人かの手を経て最終的に、東京国立博物館に寄贈されたということになります。で、もちろんこの加思義ご縁起は現在加思義は所持しておりません。どこかの過程で原本は失われたのですけれども、幸いなことにこのように写本として、現存し内容を確認することができるわけです。で、加思義ご縁起が引いた内容なんですけれども、実はちょっと紹介しておきますと、大祖権現というのは、実は神宮皇后の祖だというふうに、先祖だというふうに言われている人なんですが、この大祖権現が、加思義にお付きになって、そしたら、お付きになったところ、神宮皇后はこの加思義廟の地、は、大変狭いので、加思義廟というのは神宮皇后の夫である中愛天皇がの御霊をお祭りする場所として、成立したのですが、この場所は大変狭いので山の方へお移りくださいというとこと言って、加思義の杉をその山へ移して、大祖権現をもそちらへ移っていただいたというふうな内容が書かれております。なのでその山にを若杉山と称し、そこに今も大祖神社があるという地名と神社の起源説話を引いているわけです。で、なぜこれを、宗像大菩薩ご縁起が引用したかということなんですが、一見加思義のお話を聞くことに何の意味があるかということなんですが、実は、この大祖権現と宗像大菩薩が同体である、同一の人である、同一の神であるというふうに、宗像大菩薩では、言います。で、その宗像大菩薩の超越的な存在をこのあと展開していくわけですけれども、それにつなげるためにこの加思義のご縁起の内容を引用しているわけです。では、その両方の、宗像大菩薩ご縁起と加思義ご縁起をもっと細かく比べてみますと、引用した部分以外もですね、同じものがあります。まず冒頭部分、それぞれの冒頭部分ですね。はい、加思義ご縁起も、宗像大菩薩ご縁起も同じように始まっています。ただ、これはですね、全国的に見て、よくあるパターン、お決まりというような縁起の始まり方です。ですから、これが同じだからといって、両者が近親性があるということは言えないのですけれども、今までお話ししましたように引用文が、丸々合致しているということで、この2つの縁起の
親近性は高いと、まあ、とても宇佐の御託選手に比べてはるかに高い親近性を両者が持つということが分かるわけです。で、まあ、この引用部分とこの冒頭部分、それからその他にもですね、説話の部分、最初に宗像大菩薩が、2つの説話を挙げていると申しましたが、その七ヶ度合戦の説話と、神宮皇后の説話も、同じです。で、今回は、宗像大菩薩御縁起の、七ヶ度合戦の部分をちょっとお示ししたいと思いますが、これはもう内容としては菓子宮御縁起も同じ内容です。で、ちょっと、7回外敵と外国と戦ったということを、この説話で語っているわけですけれども、見ていきますと、まず1回目、書道ですね。1回目は、四天王という文字が分かるかと思いますが、これは、今の四王子山ですね。ここに祀られている神仏と一緒に、協力して、水木というのが太宰府の水木という地名も見えるかと思いますが、この四王子山の神仏と、住吉の神が協力して敵を流し去ってしまったと。それから2回目はですね、また攻めてきたので、梅塩津というところで、合戦をします。住吉の祖である、源禅師の御事が、敵をやはり押し流してしまったということを語ります。で、3回目は今度は荒津というところで、ここに砦を築いて、高磯の豪石将軍が火の矢を射て敵を射殺したと。4回目、これは北崎というところので合戦をし、住吉の神が矢で敵を、撃退したということ。5回目、これは今津というところで、豪石将軍と、住吉神が、協力して敵に勝利した。それから、6回目は伊都島の、2つの伊都郡島郡の、2つの郡の南にある山、これを、今の雷山ですね。この雷山にやはり石を築いて、住吉の高祖父であるところの水火雷電神、これは、雷山に祀られる神様です。この水火雷電神が、水と火によって、敵に勝利したと。7回目は場所は合戦地は書いてないんですけれども、住吉の高磯の豪石将軍が火によって、敵に勝利したと。こういう、7回の合戦の様が書かれているのが七ヶ度合戦という説話です。で、これまたこの合戦の地を、地図に、落としてみますと、このように博多湾沿岸に、合戦の地があるということが分かります。で、実はですね、この、宇佐宮託戦集の中にも住吉縁起に言うとして、この七ヶ度合戦の同じ内容が引用されております。で、この七ヶ度合戦の地をこの地図に落としてで考えてみますと、宇佐宮託戦集が言う住吉縁起の住吉とは、摂大阪の住吉大社、現在の住吉大社の縁起ではなく、この博多の、住吉神社の縁起であろうというふうに考えられます。で、この宇佐の託戦集や菓子宮縁起、で宗像縁起、いろんな縁起が引用したこの、七ヶ度合戦の元はどうやら住吉神社の縁起にあったようだと考えられるわけです。ではその住吉神社の縁起を、探さなければなりません。もちろん今の住吉神社にはもうこういう縁起は残っておりません。で、私は当時この調査をするときには宗像大社に勤めておりましたので、
神社の縁起だとか資料集だとかは大体揃っておりました。で、探す相手はたくさんあるわけですが、一つ一つ当たっていってはなかなか大変です。で、そこで、まあ、当たりをつけるわけですけども、岩清水八幡宮には中世の資料がたくさん残っているということは分かっておりました。で、岩清水八幡宮というのは、宇佐八幡宮を勧請した神社です。大変ゆかりが深いということは、もしかしたらこの、岩清水八幡宮にある宮司演示書という、中世の膨大な資料群を探れば、もしかしたらこの住吉神社の縁起が、収録されていないだろうかというところで、当たることにいたしました。で、現在もう宮司演示書の、全体像はわからないんですけども、で、今40巻が残っております。それと目録も残っております。で、このまずはその宮司演示書の目録を探してみましたら、住吉の御事という項目名が見つかりました。で、この項目名をもとに宮司演示書の本文を探ってみましたら、この七門合戦の内容が出てまいりました。で、こうやって探した資料に巡り合うのは大変嬉しいことなんですが、こうやって探し当てることができたわけです。で、住吉神社の縁起はもちろん今残っておりませんので、全体像を知ることはできないのですが、宇佐も、宗像も、家臣も引用する際には、この、住吉神社の縁起を実際に見て、この部分を用いたんだと思います。その後やはり嘉靖宮のご縁起のように本文は失われてしまいましたが、こうやって、宮司演示書の中に、部分的にでも収録されて、その内容が現在に伝わっているということは大変幸いなことだろうと思います。で、この宮司演示書を、集めましたのは、岩清水八幡宮に仕えておりました田中宗清という人です。で、この人は嘉定3年1237年にもう亡くなっております。ということは、この七門合戦という説話は蒙古襲来以前にすでに成立していた、エピソード説話だということができる言えるわけです。で、住吉神社は博多という地がですね、太宰府それから高炉館という、歴史を背負っている貿易都市、海外に開けた海外への玄関口であったわけで、これはやはり先ほども申しましたように海外への玄関口であるということは、海外から攻め込まれる最前線ということにもなります。で、住吉神は、解放の神様です。ですから、やっぱり住吉神がこの博多という地を背負ってこういう七門合戦という説話を作り上げて、自らの神社の縁起に用いたというのは、この住吉神社の縁起としては大変ふさわしい内容であると思います。で、この成立順をちょっと整理して、引用関係をもう一度考えてみたいと思いますが、まずは蒙古襲来以前に住吉神社の縁起が成立していた。で、それを、閲覧して嘉靖宮縁起が成立ですね。多分同時期に宗像大菩薩御縁起もこの住吉神社の七門合戦の、説話を取り込んで縁起を作っていく。で、成立した嘉靖宮御縁起、それから、宗像大菩薩御縁起を、宇佐宮託戦集を、作成するときに資料収集をいたしますので、その中にこの宇佐宮の、住吉神社の縁起も、嘉靖宮の縁起も、宗像大菩薩御縁起もその時に、引用されたものだというふうに、順番として考えていく方が、納得がいくように思います。だから影響の、前後は逆ではないかというふうに思っております。で、博多という町は戦火にあいまして、鎌倉時代が終わり、今博多のうちには
鎮西短大という鎌倉幕府の出先機関がありまして、鎌倉幕府が滅亡するときに、そこでは大きな博多合戦という合戦が行われて、町は焼けます。なので、おそらくは住吉の演技も、柏井宮の演技も、それから箱崎も櫛田神社も海八幡宮もおそらくは縁起を持っていたと思うんですが、現在に全く残らないのはやはりそういう戦火にあったからだというふうに考えられます。で、幸いなことに住吉神社の縁起はこうやって一部分が、収録されて残っている。で、柏井宮縁起は写本として残った。で、宗像大菩薩御縁起はもっと幸運なことに戦火に遭いませんでしたので、現在に鎌倉時代に作られた資料が残っているということになります。最後に、この同じ説話、七門合戦も神宮皇后の説話も同じ説話がどの縁起にもあるわけですが、実は、宗像大菩薩御縁起だけが大きく書き換えをしております。この内容の書き換えこそがですね、宗像の人々の祭神宗像三女子に対する特殊な信仰を、ありありと物語っております。で、それをこれからお話ししていこうと思いますが、まず、七門合戦ですね。これにはですね、7回の合戦を書く前に一つ前提になる、文章を、これは宗像大菩薩だけが書き加えております。一つとして、宗像先祖豪石将軍と住吉大明神は親子となりてと書いているんです。で、七門合戦は、申しましたように住吉神社の演技です。ですから主人公は住吉神です。でも宗像大菩薩御演技では、この住吉神と住吉の神様と宗像大菩薩御演技は親子だと言ってるんです。ですから七門合戦の主人公である、住吉神社は、住吉神社の神は宗像大菩薩の子である、子供である、であるから、この七門合戦は、親である宗像大菩薩が主人公だというふうにどんどん書き換えていきます。2回目のところではですね、住吉の、高祖父である住吉神の高祖父である、源の前主の御事の横に棒中をつけまして、宗像御子となりと、宗像の御子となりとします。つまり住吉神の祖は宗像大菩薩その人であるというふうに言うわけです。が、3回目を、高磯の豪石将軍の横に赤い棒中をつけまして、今宗像大菩薩というふうに言います。本来は、住吉の神父親であるところの高磯の豪石将軍を宗像大菩薩だと書き換えるわけです。で、5回目でもやはり、高磯の豪石将軍は宗像大菩薩だというふうに書き換えます。6回目はですね、住吉の、高祖父である、同じように住吉の高祖父は宗像大菩薩だというふうに言って、おそらくここはですね、続けて高祖父である水火雷電神も、自分の宗像大菩薩と同体だというふうに、書き換えるわけです。この書き換えはもちろん他の神社の縁起にはありません。宗像大菩薩御縁起だけが、語るお話になるわけですが、神宮皇后のこういうパターン化された説話の中で、宗像大菩薩御縁起は書き換えを行っております。で、本来は、神宮皇后自らが、海外遠征をするわけですけれども、宗像大菩薩御縁起では、神宮皇后の勅命を受けた豪石将軍、つまりは宗像大菩薩御縁起が異国征伐に赴いたということになっています。それから実際の合戦においては、住吉神である竹之内の宿根が紅白の旗を振って軍を指揮して勝利したということになっているんですが、
宗像大菩薩御縁起では、住吉神ではなく宗像大菩薩御縁起である豪石将軍が旗を振って軍を指揮したということになっています。それから、本来は神宮皇后が、高羅神、これは、今の久留米にある高羅大社に祀られる神様ですけれども、その高羅神に命じて潮の満ち引きを、自由に操る寒珠、満珠という2つの玉を海中に投入して、敵に勝利したということになっているわけですけれども、宗像大菩薩御縁起では高羅神に、その寒珠、満珠を海に投げ入れさせたのは、合図をしたのは宗像大菩薩だということになっています。で、合戦に勝利して、帰国する際に本来は、神宮皇后が石に勝利したことを書きつけたということになっていますが、宗像大菩薩御縁起では豪石将軍が勝利したことを石に書きつける、だから、豪石、強い石将軍と書くんだというふうな名前の由来まで、書き添えております。で、まあ、もう一つ宗像独自の記事もありますので言い添えておきますと、合戦で用いた旗を結んだ、竿をですね、帰国する際に沖ノ島に立てたと。で、その立てたところから毎年竹が生える。で、その竹に、ヒレですね、旗を結んで、紅白の旗を結んで、海上を渡って、この田島の地へ来ると。これが水俣神事という、今の宗像大社の宮根神事につながる紀元説話になります。まあ、これは宗像の、ご神事のことを書いたことですので、宗像大菩薩御縁起の独自の記事だというのは当然のことなんですが、まあ、初見としてはこの宗像大菩薩御縁起がその紀元を語る最初の資料ということになります。で、このように、宗像大菩薩御縁起では七門合戦、住吉神が主人公であるべき七門合戦、それから神宮皇后が主人公であるべき神宮皇后説話、この2つの説話においてすべて宗像大菩薩が主人公であるというふうに書き換えております。で、これは全く他の神社に対しては通用しない内容、普遍性はありません。なので、この神社をこの縁起を作った意図はですね、外に向かって我々の祭神を誇るということよりかは、こういう祭神を私たちみんなで信仰しているんだという宗像の人々だけが共有できる、信仰の在り方を説いて、我々の決断を深めようと、そういう意図があったんではないかと思います。宗像の人々だけが持つこういう特殊な信仰ですね、はこの信仰の大元はやはり、沖ノ島で古代の大和王権、それから大和朝廷が、我々が信じる神を、我々がいただく神を、大和王権も大和朝廷も同じようにお祭りをしたんだという、そういう記憶、自尊心ですね、そういうものが受け継がれて、こういう特殊なですね、普遍性のない宗像の人々だけが受け入れることのできる縁起を作り上げていったんだろうというふうに思います。で、この成立の時代背景にありました蒙古襲来ですが、先ほど申しましたように宗像大宮司長氏という人は、鎌倉幕府の命令によって書類報告もいたしますし、実際に蒙古襲来の合戦にも参戦しております。で、長氏がやはりお話の中だけではなく実際にこの祭神を信仰してこの合戦に赴いたという、そういう実体験もこの宗像大菩薩御縁起の中には含まれているというふうに考えられます。で、大変この宗像の人たちだけが語る熱い祭神への信仰というものをこの宗像大菩薩御縁起の中に、汲み取っていただければ大変ありがたいと思います。で、信仰とともに
お祭りのあり方も実は大変たくさん資料が残っておりまして、2年3年後あたりに出版されます、宗像市の信州宗像市史の中に、1年間のお祭りのあり方を細かく記した資料がありますので、それから書き起こした、1年間のお祭りの様子などを、収めております。まだしばらく先がありますけれども、祭神の進行とともに、1年間の、年中行事ですね、そういうものにもご興味のある方は宗像市史を手に取っていただけるとありがたいと思います。今日はどうもありがとうございました。田中宗清。